はい、どうも、勇者です。いつも見ていただいてありがとうございます。さあ、来ましたね。イベント来ましたね。ライトニングさんですね。じゃあ、ガチャ引きます。はい。で、またまたこれ、サブアカなんですよ。というのは、まあ、いつも言ってる通り、僕は5を、バッツを待ってますんで、とにかく。メインは、もう、触りたくない。バッツのために、今、ミスリルを貯めております。現在ですね、メインアカウントは260個あるんで、いつ来てももういい状態なんですけど、まあ、まだ来ないと。で、こっちはですね、iPad の方のアカウントは、まあ、便利なキャラクターがいたらどんどん引いていこうっていう感じで、ここ最近ちょっとガチャ引いてなかったんですけど、このファイナルファンタジー13のガチャは結構キャラクターも含めいいという話を聞いたので、ちょっと引こうかなと。使えそうですもんね。特にこの、ベガ。まあ女性キャラは僕ほんとそんなに、というかまあファイナルファンタジー13自体思い入れが全然ないので、まあ本当に強さ重視で引けたらいいなと思うのがやっぱこのベガですよね。これはいいですね。非常に欲しいです。このキャラも含めて、キャラクターもなんか変な黒いアフロみたいな感じで可愛らしいので、このライトニングさんが多分そこそこ人気なんでしょうけど、僕はまあどっちでも狙いはベガ。はい。で、あとはお守りのナイフ、政府軍のグローブ、魔法攻撃さん、ハンターロッド、カイザーナックル、ゴールドバンクですね。はい。でも結構ね、このサブアカは充実してまして、装備が。割とね、引けてるんで強いんですよ。この勢いでいきたいと思います。さあ、行こうか。本当にでも早く5来てほしいな。運営関連の人がもし見てたら、もうちょっとね、ドット絵のシリーズを優遇しろよと言いたいですね。はい。ちょっと運営批判。このゲームやってるのはね、おっさんも多いんですよ、絶対に。ドット絵が好きでやってんねんから。だからね、セブン以降はね、そんなに思い入れない人も結構いるんです。やってるんですよ。それをね、分かってほしいです。はい。あとね、3もね、できればね、復刻キャラとかいらないです。もうね、3の忍者のままでいいから出してくださいよと言いたいです。はい。以上、口でした。さあ、行きます。1回だけにしようかな。まあ、ちょっと様子見で、行きますか。11連。ほい。お願いよ。まあね、ちょっとね、もちろん専用、キョウシシン、あかん。一応20は来た。専用が欲しいっていうのもあるんですけど、やっぱ進化させたいんですよね。だから正直金の玉も出て欲しかったな。もうちょっと偽星5を量産したかったんですけどね。あ、これはなんかいっぱい持ってるぞ。おお。何が出るんやろう。腕輪やったら結構当たりかな。剣というか刀ですね、これ。何これ。見たことないもん出たな。これもうこんなん
喧嘩これ。切れへんでしょこんなもん絶対。なんやねんこれ。ダイヤソードやって、ダイヤソード、いやこんなもん切れへんで。もう一回行きます、もう一回行きます。さあもうこれラストですからね、もう残り88個しかないから。よい、専用出てよ、専用出てよ、ほんまにお願い来いや。よし来た、よし来た、よし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 、ほらやっぱりや、出てこいや。言うの遅かった、言おうと思ってたのに、3日前から考えてたのに言うの忘れてた。1個だけですけどね、まあ仕留めてるでしょ。あこれさっき出た、これは進化できる。さあちょっとね、金玉来たいですね、金玉で、ちょお願い、もう今まで出たやつ出て、あこれは持ってる、これいける、よいしょ。あこれメインの方やな、何これ、くるん。あー小型な、これあれか、専用じゃないっすね。お守りのナイフ、ガードアップ、対象全体プロテスか、悪くはないな。金の腕輪と一緒の能力ですね。あまあ悪くはないか。あーでも専用欲しかった、欲しい時に来ない、専用欲しかった、残念。はいすいませんでした。そろそろ僕のサブアカの引きもですね、ちょっと枯れてきたようですね。まずいな、無尽蔵だと思ってたんですが勘違いだったようですね。はい、さあということで、ちょっとどうしようかな、もういいか、もういいですね、もうやめる、もう38は残しといて、また次のイベントで50まで貯めといていきたいと思います。はい、ではありがとうございました。また別の動画もよかったら見てください。ガチャもこれでもう何本目かな、5本目かな、はい、もうかなりの回数引いてるんで、よかったらそれも見てください。はい、ではでは、ありがとうございました。バイバイ。